FM 横浜 EK Radio。 シングの夜のチュースデイ。 FM 横浜 EK Radio、 シングの夜のチュースデイ。 こんにちは、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕は体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、占い信じますか？占いを信じるかどうか、まあすごく大きいですよね。信じちゃうと悪いこと言われるとすごく気になるし、どうしようかと僕もなんかどれが正しいのかなとすごく考えたんですけど、まあいいのだけ信じて、まあ悪いものは違う、当たってないなとか思った方がいいんじゃないですか。はい、ということで、皆さん占いで良くないことを言われても、それはただの注意なので、悪いことはきっと起きるよってことではないと思います。だからみんなポジティブで生きていきましょう。シンくんにメッセージください。メールアドレスは shin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、オープニングナンバーはもう10周年になったあのグループです。まあ僕も音楽番組で実際今回会うとすごくかっこいいグループだと思います。聞いてください。シャイニーテリロガ。お送りしたのはシャイニーテリロガでした。はい、クロス人のシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio、 シン君の夜のチューステイ。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネーム、ミディトーマットさん。テオくんじゃなくてシンくん、こんばんは。友達からドラマ青い海の伝説をすごい面白いよって言われてみました。見ていくうちにテオくんが出てくるたびに可愛い可愛いとなって完全にハマってしまいました。クロス人のメンバーであることを知りました。そうしたらファンミーティングがある、これは会えるチャンスと思ったけど、クロス人のメンバーも知らない、曲も知らない、シンくんしか興味がない。こんな私でも行ってもいいですか、教えてください。シンくん大好きです。まあそうですね、僕のことをドラマで初めて知った方は多分俳優として好きになってくれてる方も多いと思います。でもファンミーティングに来ていいと思いますよ。なぜならファンミーティングに来てクロス人の姿を見ると多分全員にハマってしまうと僕は確信します。はい、ぜひファンミーティングに来て、まあ音楽はまあ楽しめるものなので、ただ遊びに来るっていうことでぜひ来てもらえればすごく嬉しいし、多分きっとステージを見るとクロス人のことは大好きになると思います。ぜひ遊びに来てください。はい、メッセージありがとうございました。次、ラジオネームふーちゃん。シンクナンニョン、 NBC ドラマ死生決断ロマンス出演おめでとうございます。メディカルドラマでシンクンの役は医者だと聞きました。初めての役ところですね。どんな医者役なのか今からとっても楽しみです。ありがとうございます。はい、死生決断って日本語ではあんまり使わないんですけど、訳すると命がけロマンスっていうタイトルだそうです。どういうこういうインパクトあるタイトルからどういうドラマになるか僕もすごく楽しみなんですけど、まあ一応撮影は始まったんですけど、まだ解禁前なのでいろいろ言えないことごめんなさい。でもお知らせすることはあったらラジオで一番早くお伝えしますので、ぜひ待ってください。応援してください。次、ラジオネームカズママヒロミさん。シンクナンニョン、首の怪我大丈夫ですか？怪我しながら、活動、さすがシンくん痛いよね、無理しすぎないでね。はい、そうですね、カムバックした、最初の週からちょっと怪我してしまい、事務所の方々が本当に気を使ってくれて早く治ることができました。今は 100% 治っていると思います。やっぱいろいろ疲れがたまる年になったなとよく思ってるんですけど、はい、まあしょうがないですよね。でも頑張ろうとしてちょっと怪我したんだから、
僕の心がちゃんとステージで皆さんから見えたらよかったなと思います。はい、いつも心配してくれてありがとうございます。はい、メッセージありがとうございました。しんくんにメッセージまだまだください。しん@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 クロス人からのお知らせです。クロス人の5番目のミニアルバムゼロ発売記念特典会が、今週6月15日金曜日と16日土曜日にあります。そしてスペシャルファンミーティング in Japan が6月17日日曜日ステラホールであります。夏にBS 日テレでクロス人のバラエティ番組アイタイムクロス人シアターがスタートします。そしてしんくんは NBC ドラマ私生決断ロマンス命がけロマンスに出ます。7月から放送です。こんなにお知らせがたくさんありますね。そしてリスナーの皆さんとファンの皆さんにもうすぐ会いますね。ジャパン日本でもまた、楽しい思い出たくさんできるように頑張ります。はい、さっき、僕のファンになった、ミディトマトさんに、クロス人のことを全然知らないと、言われたので、初心者の方が聞いて、クロス人のファンに一番なりそうな僕が思う曲をお送りしたいと思います。それでは聞いてください。クロス人でシューティングスター。お送りしたのはクロス人でシューティングスターでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国を教えちゃいます。ラジオネームフキさんからです。こんばんは。シンくんに質問があります。クロス人のコンサートやイベントでメンバーの名前を呼ぶとき、私は年上なのでシンオッパーと言えず、呼び捨てになってしまいます。私のような年上はシンシーしかないのでしょうか。C の場合はなんかフルネームじゃないと失礼でしょうか。でも僕が芸名で使ってるのが C なので全然失礼ではないんですね。でも普通の韓国の方で名字だけ呼ぶのはちょっと失礼かもしれないです。その理由は本当にキムさんってクロス人にも2人いるし、イーさんとかチェさんとかシンさんもすごくたくさんいるので、なんでそうやって名前じゃなくて名字で読むのっていうことでちょっと失礼に考える方はいるかもしれないので、まあ、できれば下の名前で何々さん、ワノさん、ワノシって呼んだ方がいいと思います。そして年上の方が年下の人を呼ぶときは、まあ普通は C をつけるより何もつけないのが多いです。それかやーとかあーとか、僕の場合はわのやーってしなーと思い言います。しんってバッチムがうんが入るんじゃないですか。そういう場合はあーになります。そしてバッチムがないほうの時はやーになります。だからわのの場合はわのやーで、しんの場合はしなーになりますので、皆さんこれを考えて僕を呼んでください。あ、クロス人のメンバーでもしましょうか。サンミンの場合はパッチもあるでしょ、だからあーです。サンミナー、ヨンソクはパッチもあるからヨンソガー、セヨンはセヨンアー、タクヤはタクヤーになります。ヤが基本的についてますね、すごい。はい、ということで疑問が解決できましたか。今日のシンくん先生も頑張って解決しました。じゃあ次の曲に行ってみましょうか。次の曲はこの曲です。ポルパイガンサチュンギ여행。お送りしたのはポルパイガンサチュンギ여행でした。반짝반짝ニュース。ここで韓国の情報を伝えてもらいます。今回はクロス人の韓爆の活動をマダムシンさんが報告してくれます。マダムシンさん、クロス人いつもかっこいいね。カムバックでエピソードはね、シンくんが一回ね番組の収録の時に間違えてたの。しかも2回もいきなりステージの上でバージョンがいろいろあるんだけど、その毎日ちょっとずつ音楽が変わるからダンスがちょっと分かんなくなって真っ白になったんだって。それで1秒が
停止してたみたいよ。それを見たクロスチーンのメンバーは、大丈夫よとか言わずに、お前本当に面白いねっていう、みんな爆笑してくれて、笑顔な踏み切りになってました。でもしんくん間違っちゃダメでしょ。はい、5枚目のカムバックだったんだけど、本当にクロスチーン今回頑張っていろいろ準備したね。そして今週はまた日本のファンに会うって、私も今週行こうかなと思います。本当にクロスチーンのメンバー5人で一つになって心合わせて、本当に今回のアルバム頑張ってきたから、たくさんの方々から愛されたと思います。新しいファンのすごく増えましたし、本当にマレーシアとかフィリピンとか海外からもすごくたくさんの方々が来てくれました。本当にファンの皆さんみんなが応援してくれた結果だと思います。きっとシンクも分かってると思います。はい、皆さんこれからもクロスシンのこと、シンクのこと、応援してね。じゃあまたね、ありがとうございます。今日はちょっと落ち着いたマダムシンさんだったんですけど、まあ、カムバック活動をいろいろ横で見た人としてちゃんといろいろ分かってくれまして、本当ありがとうございます。そうですね、5枚目のミニアルバムの活動がもう全部終わったんですけど、韓国で活動するってもう本当に1年1回ぐらいだったので、ちょっと心配もしたし、どういう反応なのかなとかすごくいろんなことを思ってしまったんですけど、まあクロスチンはいつも通り笑顔で皆さんに挨拶ちゃんとして、ちゃんとしたステージをやろうっていう気持ちでみんなでやったら、放送局の関係者の皆さんとかすごい喜んでくれて嬉しかったです。次もっといい曲で、また皆さんにいいパフォーマンスや、いい曲聴かせるように頑張ります。そして日本でも新曲早く出したいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ次の曲は、僕が音楽番組をやりながら、まあ可愛いなと思った、バンドさんです。すごく年は若いんですけど、音楽をやるときはすごくプロの感じがすごく見える素敵なバンドでした。聴いてください。ドイストライト、ソレイン。お送りしたのはドイストライト、ソレインでした。 FM 横浜 EK Radio、クロスチンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューステイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。 shin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のマサルくんに僕から質問します。マサルくん、クロスチンの新曲聞いたのかな、気になる。それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。今週会うの楽しみにしてるよ、待ってる。 FM 横浜 EK Radio、 しんくんの夜のチューン、ステイクロスチンのしんでした。アニョーン。